デルファイ C++ フィルダーマイグレーションの新常識ということなんですけども、今もねちょっとねお話をしましたけれども、まあマイグレーションに関する情報もどんどんアップデートされてきてということで、まあその前に使われていた情報が意外と古くなったりなんていうことも結構あったりということで、まあ定番の手法っていうのもね、昔はこれ定番って言われてたけど今ちょっと違うよっていうことが結構出てきたということなんで、そこをね一個一個出して、まあこれは今違うよというようなところでアップデートしていきたいなと思っております。はい、はい、BDE や ADO をそのまま使い続ければシンプルに移行できる。まあその通りなんですけど、その通りって言っちゃいけないんですよね。はい、うん、これは間違ってます。なるほど。古いもうアーキテクチャを使うのはもうリスクでしかないともありますけども、本当にその通りでして、致命的なバグがあってももうこれらは修正もされないし、そのまま使わざるを得ないんですね。それよりはもう移行ツールもありますので、現在今主流になってます FireDuck って呼ばれる技術を使ってデータベース接続は全て新しいものに移行していただいた方がいいです。パフォーマンス的にもサポートされますし、新しいデータベースのバージョンもどんどん出てきますので、それに対応するにはやはり新しいアーキテクチャを使うというのが大事になってくるかと思います。あとあれですよね、この BD みたいな技術っていうのは、はいはい、基本的にアーキテクチャが、はい、クラサバでもないし、うん、ましてやその多層でもないし、そうですね、どちらかというとというか、まあ、間違いなくデスクトップデータベースですね。そうですね。だからデスクトップ型の自分の手元にあるローカルのデータをどう扱うかということが標準化された API、うん、そうですね、アイダピって言いましたけどね、昔そうです。で、まあ、16ビットですね、そもそも、ね、そうです。エンジンがだから16ビットのエンジンのものを使っていて、うん、それをそのまあクラサバに拡張していって使っていたというのがデルファイの、まあ、初期の頃なので、うん、そうですね、まあ、そこからより高速なアクセスをするものであったりとかっていろいろ出てきたんですけど、うん、最終的には今決定版と言われるのはこの FireDuck という技術 で、まあ、この技術がなぜ決定版と言われるかというと、まあ、大きなポイント3つあって、1つはもともと使われていた BDE という技術に非常に似ているというか、うん、BDE の、まあ、ポスト BDE みたいな形で、うん、BDE の代わりとしてそもそも設計されたものなので、うん、BDE の人が非常に移行しやすいということ、うん、それからもう一つは、マルチプラットフォーム対応であると、うん、だから今サーバーが例えば Linux で動かしたいとかっていう場合もそうですし、あとはモバイルでも使いたいという場合も、うん、まあ、全部この FireDuck でいけるので、うん、まあ、これ FireDuck を覚えておけば Windows アプリケーション開発もモバイル開発もサーバーサイドの開発も全部できますよということ、うん、でもう一つはこれ複数のデータベースといって、まあ、ある意味データソースって言った方がいいのかなっていうところ、うん、いわゆる SQL データベースだけじゃなくて、いろんなクラウドサービスみたいなものも今 FireDuck で全部つながるようになってきているので、うん、データソースの数でいうと百何十個とかってあってちょっと覚えられないぐらいの数があるので、うん、いろんなものにつながりますと、まあ、有名どころで言うと例えば Salesforce とか、それからあとは国内のやつ Kintone とかね、うん、まあ、そういうものとつなげて、あと Twitter の、ツイート情報を、うん、ファイアダック系で持ってくるなんていうこともできたりするので、まあ、全然データベースでないものも同じように扱えるので、うん、これさえ覚えておけばマルチプラットフォーム使えるし、うん、データソースもマルチでいろんなもの使えるので、うん、ファイアダックがあれば OK よというところですね。このまあ3点というのは非常に大きいかなと思います、うん、はい、リファインド、を使ってください。そうですね、リファインドというツールがね今、うん、BDE ですとかあと ADO なんかにも対応したものちゃんとありますので、これを使ってやるといけます、うん、で、あるいは別の移行ツールって書いてありますけども、うん、サードパーティーツールでもうちょっとね、うん、グラフィカルにできるやつなんかもあったりするので、ね、まあ、簡単なもので標準のものを使っていただくか、より高度のものを優勝で使っていただくかっていう感じになると思いますので、これを使ってぜひ FireDuck へと移ってくださいということです、はい、マイグレーション作業って、移行作業っていう、うん、みんなどうしてもね考えちゃって、作業っていう考え方がどうしてもとらわれちゃって、それでまあ終わりみたいな考えるんですけど、まあ、新規システム開発の場合でも結局お客様の要求をちゃんと聞いてシステムを作るじゃないですか、うん、でそれと同じように移行した後今後どうやってそれを使い続けるのか、あるいはそのシステムと周りのシステムがどういうふうに関係を持って、このシステムがいかに生かされるか、あるいはこうしてると生かされないのか、
というところをちゃんと見て、で今後どういうふうにそれを拡張を維持していくのかっていうことを考えなきゃいけないので、まあ、当然その要求っていうのは見極めてそれに応えていくっていうのは必要になるので、ただ移行できれば良いという形のまあ点の発想じゃなくて、移行してどういうふうに活用していくかという時系列ですね、今後どうなっていくかというシステム将来発展というのを考えて物事を捉えていくというのはすごい大事なの で、しかもその難しいのはその時系列っていうのは時間とともに変わっていくんですよ。で今だとクラウドとかっていうのが出てきて、まあ今度 AI とか出てくるでしょ、でそういうものがいろんなものがこう要求として入ってくるので、それにどんどん柔軟に対応できるようにしていくっていうのがすごい大事なので、難しいチャレンジではありますけれども、逆にそういうものに対応していくことによってマイグレーションプロジェクトが新しい価値を生む、新規開発よりもコストを抑えられるけどより価値を生むようなプロジェクトになりうるので、まあ、移行にこんなお金払えないでしょうみたいなことをよく言われるんですけど、いやこれで新しい価値を生みますという、まあ、そういう、ね、発想になっていただければ非常に良いかなと思っておりますので、ぜひ皆さんもそういうプロジェクトの捉え方をしていただければなと思います。はい。